どうもこちら、ネオです。今回もやってきました 3DS コンプリートの道。前回はですね、レイトン教授やファミスタなど有名どころのソフトをゲットできましたが、まだまだ欲しいソフトはたくさんあるので、次のお店でもいろいろと探していきたいと思います。本日お伺いするのはこちらのお店、ハードオフ徳重店。こちらのお店は1階がオフハウス、2階がハードオフになっていて、ゲーム売り場はこちらになっています。ショーケースにはいろいろなソフトが入っていて、 3DS の裸のソフトもこちらに入っています。なかなか珍しいものが多いので、新たなソフトに出会える予感。早速 3DS のソフト探しに行ってみましょう。こちらがここの 3DS のコーナー、上に DS、 そして2段目が 3DS になっていて、今回はちょっとデンジャラスですかね。だけどピンチはチャンス、少ない時ほどですね、安いソフトに出会えるんです。例えばこちらの漢検トレーニング2、こちら3300円で売られてるんですけども、なかなかこの値段は見ない、かなりの爆安です。その隣はアンパンマンと遊ぼうアイウェオ教室。内容はアイウェオやチークゲームなどいろいろなゲームが入っていて、子供向けのゲームですね。他にもドラえもんやドラチエ、こちらもですね、ドラチエ550円は安いんじゃないですかね。こちらの名探偵コナン、私まだコナンシリーズ持ってなくてですね、いつか買いたいなと思うんですけども、値段がなかなかっていう感じですね。続いてはジャンプゾーンが続きます。配給だったり暗殺教室、どれも漫画もアニメも面白かったですよね。そして気になったのはこちらのドラゴンボールヒーローズ、こちらはカードバトルになってるんですけども、こちらのカードの種類に驚きました。なんと2400種類、集めるのがなかなか大変そうですね。その他にもジャンコーナーでゲットした逃走中、その隣もベスト版の逃走中でしょうか、これはおっと、これは持ってないゲームですね。 G1 グランプリ、私の中でパチンコとギャンブルのゲームは神ってますから、この550円はなかなかいいんじゃないでしょうか。その他にもベイブレードやウィーレ2014、隣がカルチョビット、こちらの上携帯とかのですねアプリでよく見るゲームだったんですけども、 3DS のソフトにもあったんですね。 3DS のソフトはなかなか奥が深い。 DS ではよくやった脳トレ、今回こちらは鬼トレと書いてますが、なかなかサボったら怖そうな感じですね。 3DS のソフトはまだまだ続きます。ヨッシーアイランドやゼルダ、ワリオのメイドインワリオ、これはですね2310円はかなり安いんじゃないですかね。まだ持ってないのでちょっと要検討です。そして隣がペーパーマリオ、個人的にこういった 3DS のソフトを探すときはパッケージもそうなんですけども、値段550円か330円、そういったときは他の相場よりも安かったりするんで、もし探している方がいたらそこをチェックしてみるのも面白いかもしれません。でもやっぱ一番はパッケージの絵柄で、これが好きそうだなっていうソフトですね、選ぶのは大事ですね。例えばこういった太鼓の達人、裏を見てみると
自分の好きなモーハンメドレーや ER カンフーが入っているこのソフトはかなりですね欲しくなっちゃいました。このソフトも面白そうですね。マリオ VS ドンキーコング、これはどんな内容なのか裏を見てみると、昔スーパーファミコンであったマリオとワリオのゲーム性によく似てますね。これで 3DS のソフト終わりかなと思ったら、まだ下の段にありました。この段はなかなか珍しいソフトが並べられていますね。あのニトロレーシングはですね、今まで探した中で初めて見るソフトかもしれません。その隣も初めて見ます、ラン。これもレースゲームっぽいんですけども、レースゲーは結構プレネな感じのイメージがありますね。今回この2段だけだったんですけども、なかなか濃い2段の 3DS のコーナーでした。猫やってきました、青箱チャンス。今回はジャンコーナーでどんな 3DS の110円に出会えるのか。まずはパズドラ、こちらもですね110円、そして隣モンスターハンターも110円。このラインナップは110円の常連ソフトですね。まだ持ってなかったらこちら買いたかったんですけども、だけど全てこちら持ってるんです。その隣 DS が続き、ここに 3DS はあるかなって見てるんですけども、なし。下を見るとプレイステーションのソフト、今回はですね残念ながらゲットならず、残念。今回は3本の 3DS のソフトを買ってきたわけなんですけども、こちらの漢検トレーニング2、実際の漢検対策に特化しているソフトで、このタッチペンを使って書き取り練習するのは実際の勉強と似ていて、ゲームをしながら勉強ができる、なんとも最高のソフトですね。その他にもマリオ VS ドンキーコング、こちらのゲームはミニマリオたちをゴールに導くパズルゲームになっていて、これは前にですねマウスを使ったスーパーファミコンのソフト、マリオとワリオのゲームになんか似てるような感じがしますね。こちらのゲームはですね、ミニマリオがいかに効率よくゴールさせたかによって、金の星、銀の星、銅の星ともらえるものが変わっていくので、パズル好きな方にはほんといいソフトかもしれません。猫、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。今回はハードオフ徳重店で3本の 3DS を購入しまして、残り 3DS コンプリートサンプリまで527本。まだまだ500本切るのはですね、なんか厳しい道のりではあるんですけども、これからも珍しい 3DS のソフトや安いソフトをどんどん探していきますので、よかったらですねチャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の 3DS コンプリートの道でお会いしましょう。お相手の猫でした。